な川に落とした千十分を、全に五十分で買った松明で探させる、青戸藤綱青戸藤綱は、鎌倉時代後期の武士、縄三郎、左衛門の青戸藤綱旧石の非出身は、カ里とも、武蔵ともいう、青戸藤間の目かけの子という伝承もあり、後長期によれば、伊豆の武士で上級の乱で、カ里国青おとそを領した、大場金号の子孫と伝えられる。 十一歳の時に出家したものの、二十一歳の時に、現属して、家に帰った。学問に優れ、儒教や仏教に広い知識を有していたという、北条時よりが、鶴岡八幡宮に参拝した日の夜、夢に神告げがあり、藤綱を召して、左衛門の城を授け、引き付け衆とした、校長期では表情衆に認じた、ともある。藤綱は、その抜擢を怪しんで理由を問い、 夢によって人を用いるというのならば、夢によって人を切ることもあり得る。こうなくして、賞を受けるのは、国賊と同じであると任命を辞し、時よりは、その懸命な返答に感じるところがあったという。この時、藤綱は28歳であったという。ある人が時よりと所領を争った際、武行人たちはその権威をはばかって、敗訴としたのを、藤綱は通りを重んじて、所領を返し、 その人が、謝礼に送った銭をも返した。これによりその構成、硬直が広く知られるようになった。かつて夜に、ナメ川を通って、銭十分を落とし、従者に命じて、銭五十分で松明,明を買って探させたことがあった。十分を探すのに五十分を使うのでは、終始償わないのではないかと、ある人にあざけられたところ、藤綱は、十分は少ないがこれを失えば、 天下の貨幣を永久に失うことになる。五十分は自分にとっては損になるが、他人を益するであろう。合わせて六十分の利は大であるとは言えまいかと答えた。時代執権の宝城時宗にも使え、数十の所領があり、家財に富んでいたが、極めて質素に暮らし倹約を胸とした。他人に施すことを好み、入る俸給は全て生活に困窮している人々に与えた。 藤綱がその職にある時には、役人は行いを慎み、風俗は大いに改まったという。なお、太平記では藤綱を、北条時宗及び、時代執権の北条貞時の時の人としている。太平記巻35においても、藤綱の逸話が記され、大日本史にも載せられている。また、現在の葛飾区、青戸や横浜市金沢区富岡に、 屋敷があったとする伝承も存在するが、その実在には疑いが持たれている。江戸時代には、藤綱は、公正な裁判を行い権力者の不正から民衆を守る裁き役として、文学や歌舞伎などの芸術作品にしばしば登場した。同様の性格を持つ者としては、大岡星団が挙げられるが、江戸幕府の武行、大名であった。 大岡忠助を登場させることには、政治的な問題が生じやすかったため、歴史上の人物であった藤綱を代わりに、主人公とした例もある。文学作品としては月広堂の浮世像紙、鎌倉肘や極定和金の特本、青戸藤綱幕僚案が挙げられる。歌舞伎においては、市村座が藤綱関連の作品を積極的に言ったことが知られ、三代目、桜田寺助と組んだ青戸港。 名誉人生六、二代目、川竹新七と組んだ、青と床を花くれない災画が知られている。関戦助、若竹笛見合作の、雪舟合法辻も、藤綱の子孫に起きた物語を描いている。東京都葛飾区高砂にある、大光明寺には、藤綱が奉納したと言われる、弁災天像や江戸時代に建立された、藤綱の供養塔がある。京都府南端市阿弥町には、 青戸の地名があり、これは青戸富士津に由来するとされる。よって王子の表記は青戸となっていた。小国寺の僧の随形集をおとりは、ガウン日検録、文案4年8月13日上に、小関田持ち、乗山下枠、青戸と記している。具体的な地名が出ていないために詳細は不明だが、これは西田村北部を西から東へ歩いた時の記録とされている。 現在の青戸に改められたのは、慶安頃とされ、とはすり減るという意味があるので、とに改めたと言われ、原禄期の文書、青戸区有文書には、青戸と記されている。また、この青戸にある、総当州の寺院、知恵寺は、かつてこの青戸藤綱の住居のあった場所とも言われ、同時の本尊聖観音は、藤綱の念事物であったとも伝えられている。例えば、国史大辞典に、 藤綱の記事を執筆した池永次郎は、あずま関東表情集電をはじめとする鎌倉幕府の記録類に、青戸西門の城藤綱の名が見られないことから、後世の家宅とする。一方、日本次第時点に藤綱の記事を執筆した佐藤真一は、校長記や大日本史の記述は信じられないが、 太平の記の印さだ時の時代の人物であることを否定できるだけの記録がないこと、鎌倉幕府の放送官僚を継承した室町幕府の引き付け方において1344年に青戸左衛門の城なる奉行が登場することを指摘し、逸話の神秘は別として、青戸左衛門のという鎌倉幕府引き付け奉行人が実在した可能性があるとしている。日本歴史名体系。 第26巻京都府の地名435ページ、ありがとうございます。